アサンドル・ソボレフは、ロシア・バルナウル出身の同国代表プロサッカー選手。FC ・スパルタク・モスクワ所属。ポジションは FW。地元クラブである FC ・ディナモ・バルナウルの下部組織で育成されたが、トップチームには昇格せず FC ・トム・トムスクと契約を結んだ。2016年12月5日の FC ・ウファ戦でプロデビュー。2017年12月29日。 クリリア・ソベトフ・サマーラと4年契約を結んだ。2019年2月2日、FKA2 世クラスのヤルスクに期限付き移籍。2020年1月29日、買取オプション付きのレンタルで FC スパルタク・モスクワに加入。5月18日、買取オプションが行使され FC スパルタク・モスクワに完全移籍した。2019年10月6日、 UEFA ユーロ2 0 2 4戦のスコットランド代表、ティプロス代表戦を前に、ロシア代表に初めて招集された。2020年710月8日、スウェーデン代表とのフレンドリーマッチで、ロシア代表デビューを果たした。2021年6月2日、UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。同大会では2試合に出場したが、チームは、 グループステージ敗退に終わった。個人、ありがとうございます。